ラタンタタラタンタタは、インドの実業家、同国最大の企業グループであるタタグループの会長。また、ラタンは、タタスチール、タタモーターズ、タタコンサルタンシーサービシズ、タージホテルズリゾーツパレスなど、タタグループ主要企業でも、社長、会長を務めている。イギリス領インド帝国のボンベイに、同国で最も有名で富裕な一族であるタタ、一族のもとに生まれた。 タタグループの創始者といえるジャムシェイト・ジータタは、ラタンの祖,祖父である。ラタンは、コーネル大学を1962年に卒業し、1975年に、ハーバードビジネススクールのアドバンスドマネジメント、プログラムを終了した。ラタンが初めてタタグループに加わったのは1962年で、あり、それは IBM での勤務を辞めた後であった。2012年4月29日付で、 日本政府から、朝日大受賞が伝達された。2014年には、ボアオアジアフォーラムの理事に選ばれ、中国の聖火大学経済管理、学院顧問委員でもある。ラタンタタアポインテッドボードメンバーオブチャイナバックと、ボアオフォーラム。ザ・エコノミックタイムズ、http、エッケナミカタイムズ、インダタイムズ .com、ニュース、カンパニー、コーポレートトレンズ、 ラタンカターアポインテッドボードメンバーオブチャイナバックトボアオフーラムアーティコルショー 33569073CMS2017 年5月11日閲覧。清大学管理学院解改名。聖火大学経済管理学院。2017年11月24日閲覧。ありがとうございます。